恒例で全部揃ったかな。ああ、じゃないか。この荷物かい？さっきまで今度の舞台に必要な備品を買ってたんだよ。バンドの方かい？バッチリさ。みんな次のライブに向けて毎日熱心に練習しているよ。もちろん私もね。ファンの子猫ちゃんたちを悲しませるわけにはいかないだろう。近況といえば、あとは、ああそういえば面白いことがあったよ。最近知り合いに頼まれて写真撮影に参加したんだ。何の撮影かって？結婚式のモデルだよ。まあ私は男役でタキシードだったけどね。私にとても似合いそう。ありがとう。米言葉として受け取っておくよ。まあ実際に私の麗しい男装姿に誘われてポピパの子猫ちゃんたちが集まってきたしね。他にもドラマチックな体験がたくさんできたんだ。まあ話せば長くなるけれど、撮影をしていたら小さな黒き姫とその姉が。え？今は話さなくていい？控えめな方だ。ではこの話はまた別の機会にしよう。あの日の経験は必ず演劇に、そしてバンドに役立つはずだ。きっと、いや絶対にね。次のライブではその成果を君に見せてあげることを約束しよう。楽しみにしていてくれよ。